はい、えー、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。でででキススマイイフットトララブツアー2018 you and Me エクストラヤミーというはい、えー、このライブの映像を見させていただきながら私がですね、えー、勝手にいろんなことをお話ししていく動画いよいよ今日で6本目になってきましたけれども前回は「ブレイク・ザ・チェインズ」という曲と「フリーズ」という。 この2曲を見させてて、いいただいて非常に、まあ、ロックな感じというかねアーティスティックな感じでかっこよく、えー、披露してくれておりましたけれども、えー、今日はですねその続き「新喜劉」と「Because I Love You」というこの2曲に、えー、多分なってくると思います。はい、前回のフリーズが終わったところでお客さんたちのね、えー、後ろの方からかなこれ左後ろの方からステージを取ってる。 遠くのカメラの映像で今止まっておりますのでこの続き、えー、今35分54秒のところから早速再生をしてみたいと思いますはいそれでは行きましょう再生ドン新キロと言ったね次はブーン,タン,ンタッドントンタッみんな真ん中のステージにいますけどなんか椅子が出てきましたねドンドゥンタッドントンタッザッ 今椅子に座って北山くん海際に死んだわいいね低温の響き波音が遮るノイズ二人きりみたいだね安定してるねあの笑顔も玉森くん幻へと連れ去った嘘みたいに今椅子に座ってそばにいい安定してる さあ、藤ヶ谷君。目を閉じればすぐよみがえるけど椅子を持ってさよならさよならこしっこ座りましたよ。居寄らせてフライ。いい笑顔、藤ヶ谷君。いや、きでです。笑顔で歌ってます。ああ、消えないで、消えないで。みんな座りながらパフォーマンスしてますよ。で、ステージがバッテンになってゆっくり回っております。 気配を奪いながら、どこを注文を合う君。千賀くん。探しても蜃気楼光って空は満ちる海。北山くんだよね。もう声で分かってきた旦那。世界を包み込んだ椅子の上に手を置いて。目でね、さあ 玉森くんやれるよね藤ヶ谷くんさあ横尾くん宮田くん椅子のね背もたれの方を前にしてみんな踊りながらパッと立ち上がってまたキレがいいおっいえ椅子のこことここに立ってパターンです届くかな皆さんこの表現で。 怖くないあれ。かっこいい。7人ともやったんよ。みんな綺麗に。背もたれ下に椅子がひっくるかってるもん。すごい曲もなんか、聞けないで新じろ。 いつの間にかバッテンのステージちょっと上がってる生きててレシンキロ藤ヶ谷君曲がさもうアイドルの曲っていう感じじゃないねこれ切ないバラード北山君がその椅子の背もたれを上げて斜めのとこでストップまた見せたねこの椅子のやつさっき怖い小学生それやっちゃダメだよって先生に怒られるやつ <laughs> 椅子の座るとこと背もたれに足を置いて背もたれしたパターンですよおお怖い想像してただけど怖いはいさあもう前奏だけでキャビコーザイラブ玉森くんイエーイテ,テテテン歩いてる靴がしっかり打つ Because I love you 優しく伸ばしたね玉森くんいいねベースの音響いてますドゥーンさあすごいドライアイスの中7人が歩いて真ん中のステージね 北山君本気で縁を信じてたエブリデイおさらすぎた恋もまだ君は北山君がもう寝っ転がっちゃいましたよ仰向けにお二階堂君あ違うラップだラップやるやる宮田君と踊りながらステイだけどけんンセルさせん君と横尾君階段記録の仲間いらん小妻アイスメイシュベイベイいいね あの頃のように、藤川くん。笑えているかな ?Because I love you. いいね、聞かすね。二度と会えなくても、宮田くん。思い出の中で生きる。千賀くんいいよ、気持ち入ってる。今でも輝いてる。o 皿 e う o u すごいくねくね動くね、みんな。皿をどうした あの日などいつまでも忘れないすごい高い音から低い音一気に北山くん動き出すとあ違った玉森くんだったで「Don't forget my beautiful days because I love you」お千賀くんきれいに動いてるね犬と会えなくても思い出の中で二階堂くん僕ら 今でも輝いてるこざらイう北山君いいねいい朝の書き方しますよ離れてもさおお線画いい顔してしたーいいねしっかり声出てる感じするねいつまでも忘いつまでも忘れない急にオクターブ下がるう藤川谷君どんな時も忘れないうわ ちょっと次ねシハハのもうシハハ一回聞いてしまいましたけどいやー聞かすねいや私だ何様なんだって感じですけどいや聞かせてくれますよこれは全然印象が違いますね見ていけば見ていくほどに。 なんかローラーーーラスケートフィアーねパーみんなーイエーイみたいな <laughs> どんなイメージでいたんだっていう感じですけどでもテレビでほらねあの歌ってる曲なんかは結構さあのスタジオからスタジオまでローラースケートを履いてることをねうまくテレビ局に使われるかなんか分かんないですけど行 <laughs> けるとこまで行ってくださいみたいな感じで結構派手に動きながら歌ってるっていうイメージなんですけど今回の「新喜劉」も「ビ e c a u s ー I も。 もうねあの7人の顔がそもそもあのいつもの,そのバラエティ番組でね楽しそうにしている顔と全然違ってやっぱアーティストの顔してますよこれ間違いなく。かっこいいですもんねさっき線楽も一瞬なんか「だーン、ね、ちょっともう場所忘れてしまいましたけどあの一人一人の声はちゃんとはね私は今聞こえてはないですけどあの線楽の声の出し方を見るとやっぱりしっかり音程を「だーンー,ー,ーってこう。 音程一個に対するね取り方がしっかりしてるなっていうのはあの動きで口の形とかその体の使い方でねあの分かりますよ多分あれいい音が鳴ってると思います。で体もキ麗キリでしたね千賀君も。うんいやこれはねやっぱりね、まあ、どのグループの映像を見ててもそうなんですけどもやっぱテレビでシングルとかはねパッとこうやって、ね、盛り上がってわっていう。 あのイメージだけでねそのジャニーズのグループというのを、まあ、私もずっとそうやって見てましたけど思思っていいるる人がすすごいたくさんいると思うんとうですよねだからまあ,あれは知ってもらうためとかね紹介版としてそのシングルをバーンと派手に歌うというのはもちろんいいと思うんですけど今回の「新喜怒とか「ビーズアラブみたいな曲もたまにポンと歌番組とかでこ,う、ね、このまんまやってみたら「えっ!」てさらにね違う良さに気が付く。 えー、ジャニーズのね今まであんまり興味なかった人っていう方もたくさん出てくるんじゃないかなってうもう本当に素晴らしい、うん、曲もそうだし演出というかねいや聴かせますよ素晴らしかったと思います本当に。 いやいや、まだね、続きも見てもさっきもハーハーちょっと始まってしまいましたけども、一応2曲ずつということで、今回ね、心苦しいですけどここでストップということで、続きはまた明日えお話しさせていただきたいと思います。ということで、今回、新機能とビ e c a u s e I l o と2曲をえ見させていただいて、勝手に解説をさせていただきました。今回も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。